はいはい、どうも。今日茨城来てます。で、久しぶりの今日は Vlog です。というわけで、そう、スパイスイベントで演奏します。なので、もしよかったら最後まで見てくださいね。じゃあ行ってみましょう。ビスミラー。荷物満載です。はい、着きました。ここのビルですね。ここでイベントなんですけど、もうめちゃくちゃ荷物満載でしょ。そう、これをでビリヤニを炊くんだよ。で、服でスパイス打ったり、ドライフルーツ売ったりとか、スプネッツ積み込んでいきます。スパイスマルシェ。ここで、スパイス料理教室をね、やって、で、ここで服の展示会やって、で、このスクリーンで、イベントのなんか産地の紹介とかして、で、ここでピアノがあるんだけど、ピアノの前でこうライブして、お客さんがここ座ってみたいな感じでイベントができたりとか、で、ミッションができました。リハーサル終了。優しい味。優しいよね。辛さゼロですからね。今日はお子様もいるので、もともとライブの時間だったんだけど、皆さんテンション高くワイワイしちゃった。ご覧になっていただいていて、しかも私たちもね、やっぱり服を、いや、商品を買っていただきたくて来てるので、正直だな。止めるのも、おかしいな。7秒しどういう感じですか。組み合わせるって感じですね。で、音階はファレラマコドレミファソーみたいな感じ。ファマダレサレガマコダレソーサリファトマダレソーダレガマコファマダレサレガマコ。こういう音階使います。で、古典楽器だけど、これは映画の時使ったやつだから、あの、現代的な楽曲ですね。まあ、自分たちの楽曲で、最初即興でこういう音階でやります、こういう向きでやりますって言って、リズムに入ります。で、リズムに入ったら最初のテーマにして、で、最初のテーマが終わったら次の音階のテーマに行って、で、最後ファイナルでサニタパマガレサ、ニタパマガレサ、ナパパマガレサ、パパマガレサ、ガレサ、レサ、サって言って、ドシラスファミレド、シラスファミレド、ラスファミレド、ソファミレド、ワファミレド、ミレド、ミレドと、それを3回繰り返して、7拍子の1拍目で着地します。3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80,
です僕ライブで、でもお客さんみんなアフガン人なんですよ。パーティーで日本人ゼロ。それはなんかインフォメーションがないだけじゃないですか、私たちがゲットで。それは内輪のパーティーなんですよ。内輪の話言っちゃいけない。正月に。そこに行ってみたい。アメリカの旅行みたいでいいか、ツアー。ありがとうございました。今、ね、終わったんですけど、なんか、ね、電話でアフガンコミュニティの人から茨城スタンの電話来て、今日なんかパーティーあるから遊びに来ないかって言われたんで、ちょっとですね、2人で行ってみたいと思います。急展開。はい、ね、着きました。ものすごい原野なんですけど、真っ暗になっちゃって。今ほら、久しぶり。結構遠かったね。通りでから1時間近くかかりました。こんなところにアフガンコミュニティがありますよ。で車が出れなくなるんで一番手前に止めとこう。着きました。いやここで待っててくれとか言われて、パーティーの準備してるから我々こういう感じでゆっくりしてます。このねふかふかのなんかでっかい枕みたいなのがねパシトゥースタイルアフガンス、これなんかすごいいいんですよ。ほんとうちにも導入したい。こう椅子とかいらないって感じ。グリーンティー、グリーンティーです。これ皮の味するね。元入ってない、うん、皮茶屋ペシャワールですね。これでだんだん集まってくるのかな。6時って言ったけどまだ全然来ないよ。じゃ待ってるからやってって言われてからやるか。やっと人集まってきた。これから踊りやるのかな。100人ぐらいいる今。ジュニさんも食えた。食えたもうそうです。食えたから。食えたから。人もチュース。もう人すごい集まってきた。どうぞ。
んかご飯食べてけって言われて、いつもだったらあそこで出るんだけど、すごい激しいマーケットに来ました。なんか新しい店だね。おお、いろんな国の旗が並んでて、ジャパン。辛いの食べられる？辛い、少し大丈夫。サラマレコン。辛いの食べれる？少し大丈夫。少しだったら大丈夫。少し大丈夫。ビスミラー。来たぞ。どこで？こっちでも、こっちでも。こっち、どっち？こっち？オッケー。こっち座ります。面白いね。あの骨付きの羊、はい、と発力で、発力っていうかそういう感じで作ってるやつ、はい、なんかすごいの来た。これダムポーク、ダムポーク、ダムポーク。これは辛い。これはこれツナも入ってるね。こうでかい、でかいな。またすごいね。マトン、マトンか。マトンあんま食えないんですよ。ん？あんま食えない。俺もあんま食べれない。チキンだったらいいけど、マトン苦手な。あ、そうなんだ。どうですか？うん、辛いね。容赦ないね。これ辛くないと思うよ。辛くない。うん、うまこれ。うまいね。うん、塩味、ね、圧力鍋にとことん野菜と肉を入れて、うん、塩で味付けるだけのシンプル料理なんだ。やってください。あ、取れる取れる。これマトン、マトン食べます。うん、これすごい、うん、うまい。肉自体は辛くないですね。食べていいですか？どうですか？美味しいですね。美味しい美味しい。癖がないよね。ないない、全然。なんかいけるわ。俺もマトンあんま食べないんだけど、うん、こういうのってなんか本当にこれ同じですね。これ別にあると同じです。同じ。羊の足、羊の足だ。うん、うまい。Thank you. Thank you. How are you? 元気？元気です。おいしいです。みんなパキスタンの食べ物欲しいからね。ペシャワールですか？ペシャワール。いつ来たんですけど、謎のなんか麺みたいなやつなんだけど、うまいんですよ結構。これなんですか？カルダモンの爽やかな、ちょっと入ってるね。爽やかな。あとはなんだろう、牛乳、固めてんのこれ。そうでした。行きます。ありがとう。パコール、パコール。イエス。シュクリア。アリ、マハマダアリ、マハマダアリ、マハマダアリ。何？鈴木、鈴木、鈴木はマハマダアリ、マハマダアリ。オーケー、ありがとうございます。どうぞ。シュクリア。マハマダアリって名乗ってんだけど。なんか与えられる名前の。いや、勝手に名乗ってるんですよ。好きだから。アリ上だって。ごちそうさまでした。今日楽しかったですね。こういう感じで。また茨城スタンレポートしますね。ホダハフィズ、サラマレコン、また最後まで見てくれてありがとう。